なく排除できた。お、二人はどうした？向こうでお餅を煮てくれてますよ。そうか。さて、どう攻めましょうか。そうね、こんな感じはどうかしら。会長、今日はなんだか冷えるだろう。俺の上着で。あれ私まだ特に何も言ってないのにもう上着がある。なんだか歯車がうまく噛み合ってない。温かいよ。これだわ。見たところ他のコップもないようですし。スカ、さすがにこれはドギマギせざるを。あれ、何してるんですか。そこ私が口つけた場所ですよ。完全な関節欠。妙なプライドや羞恥心を捨て星に心を委ねている。私より星にご出身だと言うの。冗談じゃない。一度。会長、どれが秋の四辺形なんですか。ん、興味あるのか。はい、とっても。じゃあもっとこっちに来い。でもな、その周辺にあと3つ明るい星があって、それをつなぐと四辺形なんだが。わかったか。でちょっと自分のズレ、再三運動の影響で北極星は時代によって変わるんだ。2000年後にケフェウス座が出せ、4000年後にケフェウス座が出せ、そして1万年後にはベガにシメヤ船が回ってくる。もう分かりましたので。そうか、月といえばかぐや姫だよな。同じ名前だし。愛する人を残し月に連れ返された女の物語を思わずにはいられません。だからこそ月は嫌い。でもさ、かぐや姫はありとあらゆる手段で求婚者たちを退けた。そんな性悪女が相手を思って不死の薬なんて渡すと思うか。私はいつまでも待ち続けますって意味を込めて不死の薬を渡したんだと思う。だけど男は言葉の裏も読まずに美談の裏をこれでもかと読んで、あんな結末にはならないだろうにな。もう無理。できましたけど。